はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。いやー、私ね、ずーっと友達コレクションをもう5年も10年も使ってるんですけど、ずっとね、同じもの新生活っていうのを、まあ、友達コレクションっていうのが2つあって、友達コレクションと友達コレクション新生活っていうのが2本あって、それの新しい方、新生活っていうのを買ってるんですけど、あのやっぱコロナ関係の関係でね、あのやっぱお家でゲームをすることが多くて、でじゃあ何が持ち出しできるゲーム機だったりで何が面白いかなっていうのがあって、友達コレクションをやっている人が、まあ、最近買ってやり始める人もいれば、前はやってたけど最近やってなくて、この2年3年やってなくて、そういえばこういうゲームはあったな 3DS でっていうことで、そのゲーム機にしがしまっているとこをガサガサやった友達コレクションがあって、で久しぶりにやってみたら、あのあれこういう人を作ってたんだとか、今はいないけどこういう芸能人を登録してたんだとか遺体の知らない名前の人がいたりだとか、面白いやんって思って、まずそこから面白いなと思って、だんだんやっていくうちにこうハマっていくっていう人もいたりとかしててるみたいですね。でその中でもやっぱりゲーム YouTuber みたいな人がいて、でその中の一人で、なんかね、その方が友達コレクションを最近やり始めたっていうか、またやっていると、前までずっとやってたんだけど途中中断してて3、4年経って、でしばらくぶりになんかその人のゲーム中継のところを見たら友達コレクションやってるのを見て、あ、自分もやりたくなっちゃったっつって、あの前買ったものを探してやりだしたり、まあもちろんゲーム機がなくてやれないから注文して、で友達コレクションも改めて買ってっていう人も いるみたいですね。うん、そうそう、結構私もねリセットしながらも やってはいます。はい、うん、ただね、そのなんだろう、自分の子供がいるんですよ。そのアイコン同士っていうか、その中に住人がいるんですけど、住人同士の子供で旅を行かせるあれがあるんですよね。そういうゲームがあるんですけど、それってね、やっぱ自分がいろんなところに行ったりだとか、そのすれ違う人がいないとなかなか外に行かないんで、溜まっていくばっかりだったりするんですよ。私のようにこう引きこもりの人はなかなか外に行かないんで溜まっていくばっかりになってしまうんで、でそれでまた一回ねリセットするとかっていう場合もある。うん、だけど結構ね面白いですよね、リセットすればするだけ。うん、また改めて、そうそうこういう感じだったな最初はとかさただね、本当にその スポットってあるみたいなんですね、交換できるスポットみたいなのが。でそれがイトーヨーカドーにそのあるんだけど、イトーヨーカドーか、セブンイレブンにもその Wi-Fi スポットみたいなのがあるんだけど、なかなかねその Wi-Fi スポットがこうあったとしてもそれが繋がってない場合も多々あって、あれここに行けばつながるはずなのになんでつながらないんだろうって思っちゃったりとかしてて、人にがっくりする時がありますね。うん、で私なんかもまあここではつながらないだろうと思って
行ったらつながってね、その友達が来たっていう時があって、ちょっとそれが嬉しかったりしますね。うん、あとね、本当にゲームもね、友達コレクション以外にもちょいちょい欲しいものはあったんだけど、やっぱり買えなかったりとかしてて、うん、でまあそれ以前にね、 3DS 自体がもう生産終了になるのかな、今年か来年あたりで生産終了になってしまうっていうことで、ちょっと残念だなと思って、やっぱスイッチの方に重きが、あのユーザーの方がね、重きがそっちの方に行っちゃったりとかしてるし、うん、もう本当にやっぱり一人だけではなく何人かとこうでできたりとかするんで、まあそれは DS だとね、なかなかできなかったりとかするんでね、ちょっと残念だなっていうのはあります。皆さんどうでしょうか、もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。